タジオオーパーツ。こんにちは、ゾウです。こんにちは、ピエロです。今週は日本オーパーツ協会をご紹介します。お楽しみください。伊藤、梅干し、鹿、亀、メダカ、カラス、スルメ、メ、おう、メイエーイ、メンチョウ、ウミガメ、メグロ、ろうそく、クマシロです。スイカ、カボス、スミレ、連絡帳、海、湖、いやミミズ、ズロース、スルメイカ、カチューシャとシュシュ今合ってるか違うよ趣味ミミズミミズ好きだね。ズロース、すみっこ、コインランドリー、おー、リール、え、リール、ル、ルービー、いつものこと、トトが好き、君が好き、誰？ユウ。はい？もう言わせるなよ。終わりにしよっか。日本音圧協会でした。すごいなんかその、はい、車で大きい音を出すっていうイベントみたいね、はい、そうですね。車になんかいっぱい大きなスピーカーが押し込んでありましたね。そうそうそう、あれで、はい、あのどこまで音出せるんだっていうのの大会があるみたいな、はい、だからパーンって言って、あ、窓割れちゃうこともあるすごいですよね、うん、すごい超音速な感じで、うん、音速かなわかんないですけどねそこちょっと微妙ですがそうですか、はい、もう 音だから音速ですよ、音のスピードですよ。あ、まあね、はい、はい、はい、スタジオパスではね、はい、いろんなレコーディングパッケやっております。そうなんです。今回のこの日本音圧協会さんはナレーション撮りに来てくださったんですけど、うん、もう音楽からナレーションまでもさまざまなものに対応してます、ね、うん、だから音を取るっていうことだったら何でも対応しようっていうスタンスでやってますから、落語でも全然 OK です。もちろんです、一人語りでも OK です。あの
黒巻き抜きのプロモーションビデオまでやりますから、バッチリです。もうどんどんマスターにね、相談していただきたいと思いますよ、ね、お願いしたいです、はい、ちなみにね、8時間3万5000円、はい、5時間2万3000円、はい、3時間ならなんと1万5000円お得。お得だよね。ちょっとリハーサルに足せば録音ができる。できる。それね、ぜひね、楽しんでみてほしいです。スタジオオーパーツ。